んこんにちは。紹介いただきました草加市長の田中でございます。本日は第9回となりますよさこいサンバフェスティバル2018、このように多くの皆さん方がご来場いただいて盛大に開催されますことを思ってお喜び申し上げます。この開催にあたりましては真壁光雄実行委員長をはじめ実行委員の皆さん方のご尽力の賜物と深く感謝を申し上げます。大変ありがとうございます。サンバフェスティバルといえば浅草が有名です。ただそれに失礼するようにですね、この草加のサンバもすごい熱気でございます。浅草は夜踊らないんですけども、ここは夜踊るということと、また演者と観客席の距離がすごい短いということでですね、参加する団体の方々には大変好評を博しているわけでございます。どうぞ皆さん方も今日一日になりますけども、この夏の風物詩になりますサンバフェスティバルをご堪能いただければと思っております。今年本当に暑い日が続いております。草加も7月の19日時点で熱中症で搬送された方が49人おいでになりまして、昨年の同時期と比べますと約倍になっております。暑さは本当にこれからでございます。この暑い夏を乗り切るためにですね、水分補給はもちろんですけども、お体には十分ご自愛なされまして、この暑い夏を乗り切っていただければと思っております。結びにご参加の皆さん方、ご健勝ご多幸をお祈り申し上げまして、私からお祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして草加市議会、議長桐敷光雄様、よろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました草加市議会議長の桐敷光雄でございます。どうぞよろしくお願いいたします。第9回よさこいサンバフェスティバル in 草加ですね、本当にこのようにご案内いただきまして誠にありがとうございます。やはり今日2日目となっておりますけど、私も1回目から参加をさせていただいてもらってますけど、毎年毎年本当にですね、大きな盛り上がりとなっております。また、さっきもですね、西口の方から来たんですけど、改札にはですね、やはり市外のお客様も、大変、お見えになっております。そんなことですね、やはり、真壁、実行委員長さんをはじめですね、役員の皆様の、ご尽力の賜物と深く、感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。やはり、9回目となって2000年に始まったわけですけど、やはりその頃はやはり商店街の皆さん、また町会の皆さん、そんな形で悪戦苦闘したと思うんですね。でもやはりそこは指導力の、賜物で、やはりこのように、立派になってきました。やはり一つの夏の風物詩ありませんけど、皆さんが暑いと思いますけど、お祭りって暑いんですよ。心も暑いし、みんながそういう気持ちになってですね、このよさこいサンバがですね、今日一日が本当に皆さんに心に残るような草加駅前よさこいサンバとなるようにご期待を申し上げます。我々議会としてもやはり安全安心な街、またそれは皆さんと共にですね、一人一人と皆さんと手を組んで、この街をですね、明るい街にしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。これからですね、やはり安全安心な街と、また市外から来る人が、この草加の街って元気だよね、すごい若い人も多いし元気な街だよね、そういうような街づくりに邁進してまいります。最後になりましたけども、よさこいサンバさんのますますのご健勝と、今日ご来場の皆さんと、また、ご参加の皆さんのご健康ご多幸をご記念申し上げまして、挨拶に挨拶していきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。今日は、いつもご活躍いただいている各議員さんがたくさんお見えになっていただいています。一言ずつ、ご挨拶を頂戴したいと思います。はじめに衆議院議員山川百合子様。皆様こんにちは。本日は第9回となりますよさこいサンバフェスティバル、誠におめでとうございます。もう9回なんだなというふうに思います。最初の頃いろいろありました。でも皆さんの本当にご協力でここまでやってこられたこと、そしてこの猛暑の中
盛大に開催されておりますこと、実行委員をはじめとしてご協力をいただいているすべての方、私も踊る一人として皆様に心から感謝を申し上げ、おめでとうのご挨拶とさせていただきます。本日昨日とありがとうございます。ありがとうございます。山川様には後ほど衣装でまた登場していただきたいと思います。続きまして、同じく衆議院議員木川田仁様代理、川内孝也様お願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました衆議院議員木川田仁の牛の川内と申します。本日は第9回よさこいサンバフェスティバルご開催誠におめでとうございます。2日連続で猛暑となっておりますので、皆様体調には十分気をつけて最後まで楽しんでください。本日はご盛会誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして参議院議員矢倉克夫様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。埼玉選出の参議院議員の矢倉克夫でございます。よさこいサンバフェスティバル、皆様暑いですね。今日は気温もそうですけど、皆様のこのお祭りにかけての情熱、本当に暑いなと思います。毎回こちらに来させていただいて、この雰囲気を見るたびに夏が来たと実感するところです。ぜひ熱中症にお気をつけいただいて、リオのサンバにも負けない世界の総括ここにあり、こういうお祭り大成功にしていきたいと思います。大変におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして埼玉県議会議員賀茂典明様、お願いします。はい、皆様こんにちは。皆様の熱気でこの暑さを吹き飛ばして素敵な夏の思い出を作ってください。よろしくお願いいたします。今日おめでとうございます。ありがとうございます。続きまして埼玉県議会議員木下博信様、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんな素晴らしいお祭りをゼロから作り出し9回発展させてくださいました、商店街の皆さん、地域の皆さん、多くの関係者の皆さんに心から感謝申し上げます。そして最後まで最高に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご来賓の方すべての皆さんに、ご挨拶をいただきたいところではございますが、時間の関係上私からの紹介に変えさせていただきます。はじめに草加市商店連合事業協同組合代表理事三井忠様。はい、続きまして草加市議会議員新井貞夫様。同じく草加市議会議員飯塚康代様。同じく草加市議会議員佐藤典和様。草加商工会議所会長野崎智恵様代理、石井武専務理事。草加ふささら祭り実行委員会事務局長内藤和夫様。はい、おめでとうございます。本日は草加市役所から自治文化部部長総愛様、議会事務局長小林様もお見えいただいてます。ありがとうございます。そしてこの草加よさこい、草加駅前よさこいサンバフェスティバルを一生懸命作っていただいている実行委員会を代表して、真壁実行委員長以下実行委員の皆さんです。それでは開会宣言を兼ねて実行委員長真壁様よりご挨拶を頂戴したいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。見ていただければ分かると思いますが、こちら実行委員会のメンバー一部でございます。今の総会長をはじめ、議長もそうですが、草加の夏の風物詩の一つになったねと、言われて本当に嬉しいです。第1回目始めた講義がまだまだ、今度いっぱいの方来ていただかなくて、私たちも何にも分からず始めたものですから、まさかここまで続けられるとは思っていませんでした。いろんな問題点毎年毎年あるんですが、それを乗り越え、これからも続けていきたいなと思っております。今非常に暑いんで、私どもの背中の方にも日差しが差して、すごい暑いなと思ってます。そうか、今日は37度8度ぐらい行くということで、先ほどから司会の方々等にも、皆さん十分給水、お水を飲んでください。
スポーツドリンク OS1 そういうのを取っていただいて、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。草加市の市長の方からも、非常に今熱中症で病院に運ばれている方が多いということなんで、皆さんぜひ気をつけていただいて、今日一日、とはいえずこの夏、元気で、過ごしてほしいと思います。外の今年は、西日本の豪雨災害で大変な思いをされている方がいっぱいいらっしゃいます。まだまだ、